日本においては年間100万トンに及ぶお洋服が廃棄されています。これは非常に大きな問題だというふうに思っていますし、これは日本だけではなくて世界中で同じようなことが起こっています。世界に貢献できるかもしれないというふうに思い始めています。名前は高尾真希と言います。僕は日本環境設計ジェプランという名前の会社の CEO 兼共同創業者をしています。ジェプランは東京にあって、僕らは将来的にはお洋服のゴミをなくすようにしたいというふうに思っています。そして高品質な再生材を作り出す。ジェプランの工場はここで携帯電話や医療品、そしてペットボトルのリサイクルをしています。その中で我々はポリエステルに注目しています。我々の、このリサイクル事業というのはサーキュラーエコノミーの一部をなすものだというふうに考えています。お洋服を消費者が買って、それをもう一度リサイクルをして、もう一度お洋服を作ると。最も大きな、大切な解決策は、消費者の行動を変えていくことだというふうに思っています。ブリングとは我々のブランドの名前です。蜂は蜜を花から集めるように、僕らも古いお洋服を回収してそれを蜜に変えていきたいと。2010年にスタート、およそ50の店舗で開始をしましたが、現在はおよそ2400の、お店が参加しています。そして最終的には 100% のリサイクルを目指していきたいというふうに思っています。会社を2007年に設立した時は2人でスタートをしましたが、現在は工場も含めて約80人が働いています。はい、私は伊賀大吾と言います。この日本環境設計ジェプラン北九州響灘工場で工場長をやってます。この北九州の工場のソーティングセンターで、ここでは集まってきた洋服を、素材を見て分ける作業をしています。僕らのリサイクルプロセスは4つのプロセスからなっています。1つ目は回収した衣料品を、その後それを化学的に分解をして中間体を作ります。そして、その後にもう一度石油来と同等の品質のポリエステルを製造します。新しい技術を既存の工場産業に導入することによって、既存の産業の雇用を増やしていけるというふうに考えています。僕らはフランスやアメリカ、ロンドン、そして、中国、いろいろな国でこのリサイクルを広げていきたいと思います。僕らはダイゴのようなこの仕事に対して非常に情熱を持ち、そして工場の人から信頼を得られるような人を雇って、何らかの形で世界に貢献できるような会社にしたいというふうに思っています。奥さんと3人の子供たちと横浜で住んでいます。まあ、この3人の子供たちにいかにいい未来を残していけるようにするのかということが、僕の仕事への大きなモチベーションになっているというふうに思います。僕らの仕事というのはこの3人の子供たちにいかに明るい未来を残すかということが僕らの仕事です。